ジグモカエイティペデイは原始的な雲の一群である。長く大きな大顎を持ち、地中に縦穴を掘り、入り口に糸で作った筒をつける。図版エイティペスピシャス体長が5から25ミリメートルほどの中型の雲である。目は8個、ふわしの爪は3つ、初肺は2対4個ある。上顎が強力でよく発達しており、前方水平に大きく突き出ており。 その長さは廃校に相当するほどとなる。また強力な顎を伴っている。上顎の下面に、牙溝は不明瞭で、前、牙包みには鋭い歯が並ぶ。近縁のトタテグモカナドのものでは、上顎の元節の先端背面に鋭い歯が並んでおり、これをマグワと呼んで穴を掘ることなどに用いられるものであるが、本家のものでは存在しはない。東京部背面では、 頭部が高く盛り上がる。フレッシュは第一脚より、はるかに短く細く、上顎と同程度の長さである。糸イ,イボは三体だが、前外イボは痕跡的となっている。また中いボはその基部が互いに接近している。英名はこの下共通にパースウェブスパイダーが使われている。地中生活のものであり、縦穴を掘って中に潜み、縦穴は内側を糸で裏打ちし、 メスはこの穴の中で一生を過ごし、まず外には出ない。入り口からは糸で作られた膜からできた円筒を上に伸ばす。日本で普通種であるジグもエイティペスカーシでは、地面や壁面、植物の茎などに数センチメートルにわたって、その延長した環状の袋を伸ばしており、先端は次第に細くなって閉じられており、その先端部をそれらに付着させる。 この部分に昆虫などが触れた時に雲はその内側から噛みつき膜を破って昆虫を内部に引きずり込んで食べる。ヨーロッパ産のジグモ族のものはこの地上部は露出していることが少なく短く地上を這うものが多い。北アメリカ産のアメリカジグモ族アスファドローズのものでは地上部は長さ1 5トルにもわたって伸び表面には 枯れ草や小枝がついてカモフラージュされているが、何しろ長いのでよく目につく。その様は、日本の地雲に似ているが先端は細くならず、大きく口を開けている。忘れなモ属キャラマタでは、日本の忘れなモシーシュグネタではほとんど地上から、伸び出させず、地表面で切り落とされたようになっており、雲は、入り口で待ち伏せして通りかかる昆虫に飛びかかって、巣穴に引きずりゴムが、 アフリカ産のワスレナグモ族のものはやはり巣の地上部を地表に這わせる。アフリカ産のワスレナグモ族の一種であるシーシモニは地中に巣穴を作り、その入り口に噴火後景の大気用の部屋を作り、獲物はこの部屋の幕越しに噛みついて内側に引きずり込む。クモは巣の地上部の振動に敏感で獲物の昆虫が幕に触れて振動を伝えると、クモは その位置を正確に察知し、長い牙をその壁越しに突き出して、獲物を差し貫き、そのまま引っ掛けて離さない。次に雲は、牙と上顎の葉を使って、巣の壁に裂け目を作り、そこから獲物を巣内に引き入れ、雲の居住部分である巣の近部へと引きずり込んで食べる。後に戻ってきて、切り裂いた部分は、内側から糸で補修する。アメリカジグモ族のものでは、食べかすや糞を、 先端の開いた口から放出する。ジグモでは成熟に3年以上を要し、メスではさらに年を越して生き延びることもあるとされている。オスはメスの巣に入って降雪する。成熟したオスは自分の巣を捨てて、メスの巣を探し、発見するとフレッシュと第一脚でメスの巣の外壁を叩く。特に反応がない場合には、オスは外壁を切り開いて巣内に侵入し、 メスと交接する。メスが未成熟であるなど対応できない場合は、内側から押して、拒否の信号を送る。メスは巣内に乱納を作る。孵化した妖精は、巣から出て分散するが、ジグモと忘れな雲では、その際にバルーニング、すなわち、糸を出して空中に飛び出すことが確認されている。バルーニングは、一般の雲類では多く見られ、その分布拡大に大きく預かるものとされるが、 ハラフシグモア暗黙では知られておらず、テグモした目では、本家とタテグモかの一部でしか知られていない。ただしそのバルーニングは普通の雲で見られるものに、比べると、その行動が洗練されておらず、あまり遠くには飛べないのではないか、分散に効果的ではないのでは、との判断もあり、それでもこの類における分布域拡大に一定の効果を持っていると考えられている。 山賊五十二種が知られ、ユーラシアから北米、メキシコに分布する。本家の雲は、諸配が二対あり、上顎を垂直方向に動かす形である点など、シグ雲化と共通する点があり、他方で腹部に外見的に大切な痕跡はなく、糸イ,イボは腹部後端に位置する点などで、一般的な雲類と共通の特徴を持つ。このような雲は、 雲モアモクのトタテグモ雲下目に所属させる。その中での系統関係としては、金子とタテグ雲かアントラ大名入イが近いとされ、この2課をジグモ城下イティポイディアとする。金子とタテグ雲かとの違いとしてはこのトガのものでは、上顎が本家のものほどは大きくないこと、マグワがあること、頭部は盛り上がるが、特に目のある位置が高くなってはいないこと、糸イ,イボの内中いボが細くて、 互いに離れていること、などである。本家には、以下の三つの族を含める。このうちで、忘れな雲族のものは近縁であるとはされてきたものの、前中目が小さいこと、ジグモカの他の族では、下唇が胸板と完全に融合しているのに対してこの族では、そうでないこと、第一脚は他の不足に比べて、著しく細く短くなっている。 といった特徴があるためにこの属単独で、忘れな雲かキャロマティデイを立てることも行われてきた。以下、種として、おの、尾形、P481 十のへん変ょ、P43 やギヌマ P6 尾の変んちょ、P43 おのへん P43 三最も原始的な雲である原伏雲、かや、近縁のとたて雲かのものでは、触手がほぼ第一脚と同大で、これは、 原始的な特徴と考えられてきた。小野編著 P87 青木漢役 P44 青木漢役 P44 以上ジグモに関しては小野尾,尾形 P481 青木漢役 P44 青木漢役 P44 小野尾形 P481 青木漢役 P44 アストリアンドジョンリロイ P58 以上、青木漢役、P45、小野、小型、P481、青木漢役、P45、小野、小型、P481 クイリオの編長、P87 は妙は、青木漢役、P44 四例えば、小野編長。ありがとうございます。